世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。松下さん、このゲームですけれども楽しみですね。まあ、本当に及川選手の連勝記録を止めるとすれば、はい、この試合になるかと思うんですよね。まあ、逆に及川選手この一戦で勝利すると、はい、さらに連勝記録伸ばす可能性もありますし、はい、まあ、同時にそれが木下の勝利にもつながりますから、はい、チームの連勝記録も伸びていくと思うんですよね。まあ、ですからこの一戦はですね、まあ、とてもその選手個人もチームにとっても大事な一戦だと思いますね。まあ、チームの今後の勝敗も左右するそんなマッチということになります。まあ、昨日は戸上は TT 埼玉曽根翔に1ゲームを取った後2ゲーム、3ゲーム、4ゲーム、まあ、連取されて逆転負けを喫しました。世界卓球でもダブルスで銅メダル、シングルスでも3回戦まで行きました。対するは今年の全日本チャンピオン及川瑞基。さあ、第2マッチのシングルスが始まります。画面奥69番琉球の戸上のサーブから、最初のポイントは琉球アスティーラ戸上。まあ、戸上選手としてはですね、まあ、このぐらいの強い相手の方が燃えると思うんですよね。はい。まあ、昨日の素根選手が弱いっていうわけではないんですけども、やはりこう自分が及川選手の連勝を止めるんだとかですね、相手が全日本チャンピオンだという選手ですので非常に燃えると思いますね。ここは及川。この両者の対戦は T リーグでは昨シーズン12月の17日及川が3対2でこの戸上に勝っています。まあ、卓球の選考会でもこの及川と対戦しました。その世界卓球の選考会の時には及川に対して4対0のストレートでこの戸上が勝利しています。まあ、その前の6月のアジア選手権の選考会でもですね、戸上選手に敗れてるんですよね、はい、及川選手。はい。まあ、戸上選手に勝ってれば逆に代表になってたと思うんですよね。まあ、1位で通過したのが宇田、2位は森薗、そして3位で並んだのが戸上と及川と木造でした。ゲーム数差の差で抜け出したのがこちら戸上。バックハンド非常にいいですね、戸上選手の立ち上がりが。さあ、序盤ここまでスタートダッシュをして1-5となっています。しかし及川もこの点差ですけれども、ここから盛り返していきますよね。そうですね、中盤でのこう強さがすごく光りますよね。2-5。幼少期は張本の両親、学生時代は青森山田中学高校のメンバー、ドイツでは邱建新コーチやブンデスリーグで揉まれてきました。ブンデスリーグでは7シーズン戦いました及川。なかなかブンデスリーグでですね、7シーズン戦えるっていうのはよほど実力ないと使われないんですよね。はい、はい。まあ、そういう経験をこう積み重ねて全日本チャンピオンになったんですけども、まあ、非常に努力家ですよね。フォアの引き合いは及川、気がつけば1点差。今のラリーはですね、及川選手の方が分があるんですよ。はい、戸上選手ですね、武田に近い時に打つフォアハンドすごく威力あるんですけど、はい、台から下がるとですね、ボールの威力落ちるんですよね。
ネットに当たってオーバー。ファイブオール並んだ及川、まあ、点数的には劣勢に見えていても及川の表情は何一つ変わらないですよね。そうですね、多分試合をそのすごくこう、まあスタートが良ければ一番いいんですけども、最初、まあ、先行逃げ切りが一番いいんですけども、はい、そうではなくてもう全体をこう考えながらこうプレーしていると思うんですよね。さあ今のネットインという形になりました。24歳の及川、20歳の戸上。ラリーは及川、まあ、これで及川は6連続ポイント、点差を2に広げました。少し昨日から戸上選手がミスが目立ちますよね、はい、確率感の影響もあるかもしれないですね、まあ、世界卓球から帰ってきて、まあ、隔離期間があってでこの T リーグに戻ってきている戸上、少しボンミスが目立ちますね。レシーブエースは及川。一時 5-1 と4点差のリードを保っていた戸上、逆転されています。払っていったの及川、シングルスここまで15連勝、11試合のうちと自責点が少ないですよね、はい、もう自分からのミスがすごく少ないのであっという間に連続ポイントを上げていきますよね。ゲームポイントに近づいている及川、なんとなく戸上選手がバックハンドをすごくこう意識しているような感じしますね、はい、まあ、バックハンドの強化っていうのは多分課題にしていると思うんですけども、ネットに当たってオーバー。やはり相手にとって脅威なのはフォアハンドだと思うんですよね、戸上のフォアハンド、はあ、はい、ですから試合の組み立てとしてはフォアハンドをこうたくさん使う中でバックを使うと、今バックがなんか主体になっているような感じしますね、はい、バックはネット。第2マッチのシングルス、まず第1ゲームは木下マイスター東京及川が取りました、まあ、このゲームも逆転で及川が取っています。最初のリードが何だったんだって感じしますけどね、もう序盤の展開から一気に終盤変わってきました。5-1 から1点しか取ってないってことですよね。そうですね。でその